皆さんどうもこんにちは。結構怪我は多い方だと思う、うつ主のミーです。体の丈夫さには自信あり、霊夢です。同じく怪我はあまりしない、マリサだぜ。ということで本日は、怪我をしてしまった人を治していくゲームで遊んでいきます。そのまんまのゲームだな。どんな風に治していくのか早速やってみましょう。まずはお薬を回収していきましょう。怪我なのに薬で治るのか？美女ナースに治療してもらえれば一瞬で治ります。下心治療ね。人間の気力ってのはすごいぜ。とりあえず歩けるようになりました。最後は怪我人のレースに挑戦ね。怪我人に無理をさせるな。圧倒的スピード、これはもう治ったと言ってもいいでしょう。見事に1位でゴール、よくやったわ。美人ナースが量産されてて怖いんだけど。というような流れで怪我を治療していきましょう。今度は普通にトラバサミが置いてあるんだけど、これを踏むとどうなってしまうのか、体を張って検証です。ありがとう、よくわかったぜ。車椅子に乗っていても危険ね。その通り、とにかく避けて進みましょう。ひぃ、急な移動怖いわ。ゆっくり安全に移動してくれ。ナースがいればすぐに治っちゃうわ。女性の患者さんの場合はセクシーなイケメン医師になります。セクシー？人間の治癒能力はすごいわね。私も学生の頃に骨折手前の捻挫をしたけど、だんだん回復していくのが実感できたよ。うつ主骨折したことないのか？骨折、未経験です。経験して嬉しいことじゃないでしょ。捻挫した時は本当に痛くて指の付け根だったんだけど、血もかけないわ、頭も一人じゃ洗えないわ。しかも時期が受験前で本当大変だった思い出しかない。それは災難だったな。みんなも怪我にはくれぐれも気をつけてね。ところでこの人はどうしてこんな怪我を？お、ようやく聞いてくれたか。待ってたんかい。今朝スマホ見ながら家の階段を降りてたら、落ちて怪我しちゃったんだよね。ながらスマホは危ないわよ。あ、戻っちゃった。これ踏むと戻るんだな。直しゼロじゃねえか。これ周りの人と同じ状態だったらレースはどうなるのかな？あ、完璧に治ってる人いるじゃないの。あの人が勝つんじゃないか？くぅ、やっぱりそうなるか。タップしまくっても関係ないみたいね。ということで怪我はしっかり治しましょう。ああ、せっかく今日はデートだったのにな。デートなんか最初からなかったんじゃない？怖い怖い怖い。彼女から絶対愛想を尽かされたよな。では彼女に直接聞いてみましょう。連れてきたの。別の男いる。別の男性とデートしてお付き合いすることになったの。だから私のことは大丈夫。体を大事に。いいんだ別に。自業自得だし、僕だって新しい彼女くらい。ほら、体はすっかり良くなったし、元気出せよ。踊る元気があればもう大丈夫。怪我ってほんと怖いわね。普通に車が通っていったんだけど。これいつ来るかわからないから怖い。ここで来るか。信号がないところは怖いな。急いで。大体なんで車は止まってくれないんだ。恐ろしいわね。なんとか危険な自動車を回避、罠も丁寧に避けていきます。だんだんアスレチック要素出してきたわね。怪我人にアスレチックをさせるなんて鬼畜だぜ。回復スピードがもっと速ければいいね。あれ？なんだか目が回る。クワみたいなのを踏んづけたからだろ。ここまで治ればもう大丈夫。回復しすぎてない。ガタイのいいマッチョになったわよ。圧倒的スピード。マッチョになることができるのかこのゲーム。はっはっはっは、やはり筋肉。筋肉をつければ怪我も減る。でもまた大怪我してるし、筋肉関係ないじゃないか。関係なかったか。危な、ここほんと怖い。なんか前方にうろうろしている人いるわね。目出し棒で見るからに怪しいな。何者？え？泥棒？何これ？あの泥棒に少しでも触ったらダメなのよ。車と同じってことだな。車にも気をつけよう。怪我人を襲うなんてとんでもないな。マッチョになったらあいつらを怪我人にしてやる。冗談に聞こえねえ。あのカーブは治安が悪いので要注意です。こんなのがなんでここをうろついてんだか。ナイス回避。見るからにヤバい人は実際ヤバいから近寄らないのが一番です。仁王立ちで待ち構えてるわ。今なら勝てる。負けとるやんけ。もうダメだ、あれは台風と同じだ。そうね、いくら回復しても戦ってはダメね。あの泥棒、見た目以上に強者だぞ。触れてはいけないオブジェクトだと思うしかねえな。危ない危ない。みんなも怪我にはくれぐれも気をつけて健康第一でお願いね。特に学校生活で怪我をするとイベントが思いっきり楽しめないからね。まあ私は怪我してなくても楽しめなかった人なんだけど。
うおお、こいつら許せねえ。え、勝った？勝ったー。マジかよ、マッチョになったら勝てちゃったぜ。まさか勝てるとは思ってなかった。スカッとした方はぜひ高評価お願いします。やっぱり持つべきものは筋肉だね。これ何のゲームだっけ？ここはとある街角。この街はとにかく治安が悪い。どれくらい悪いかっていうと、これくらい悪い。犯人しかいねえ。喧嘩は日常茶飯事でもうめちゃくちゃだ。だがそんな中、最高にクールに生きようとする猛者が現れた。こいつである。この時点でクールとかけ離れてる。彼の名前はアフロ。今日も最高にクールに生活しているだろう。なんだかよくわかんないけど早速やってみよう。俺は最高にかっこいいアフロ。どこが？頭になんかぶっ刺さってるところ。頭に収納できるのは便利だね。はぁ、バス乗りたいけどチケットないな。あるじゃん。おっさんのだ。このおっさんバス乗りたくなさそうな顔してるな。いやめっちゃバス楽しみにしてんだろ。おっさんバスのチケットくれないかな。ここはクールにお願いするか。イエーパーンチハーフーセホー。ただの強盗だろうが。ちなみに別の方法は、ちょっとおっさん、バスチケットプリーズ。ちー、気持ち悪。バスチケットプリーズ。わかったわかった。あ、やっぱ強盗じゃねえか。あ、いいバスだった。さて今日はどこに行こうかな。あ、お金ないんだった。仕事は？ノージョブ、働け。こいつは怪しい粉を売りさばいてる売人。売人に働けって言われてどうすんだ。暗いな。決まった。おっく。売人を拳銃でリズミカルに撃った結果です。蜂の巣だぜ。こいつの髪の毛ヅラだったのかよ。あ、さっきは散々な目にあった。生きてやがる。どうよ俺のツッコミ。なかなかいいわね。まったくよくねえ。ああ、こいつ鼻から怪しげな白い粉を。しかも一気に。俺はどこの誰で何をしているんだ。薬ダメ絶対。全然グッジョブじゃねえ。まったく今日はいろいろな目に遭うな。この街ではこれが平常運転よ。なんだこのばあさん。ハングラスはしある。え、薬あるかって。そんなもん持ってるわけねえだろ。代わりにこれやるから。なんじゃこりゃ。そこで拾ったんだよ。うわぁ、お前絶対やべえやつ吸わせたぞ。グッドラック。ばあさーん。汚ねえ花火だ。ばあさん花火が打ち上がった結果、街が壊滅しました。ばあさん花火半端ねえ。でもアフロは一命を取り留め病院へ行きました。君の体は無傷だが、脳に異常があるね。先生、ひどいわ。お前が一番ひどいわ。アフロはバカ力なので注意が必要です。俺って今日もクールだよな。クール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 。あ、おいつ様、散々悪さをしているようだな。ちょ、やだなぁ。そんな言いがかりやめてくださいよ。バカ力からぁ。医者料およそ8700万円です。警官のヒゲなんかむしらない方がいいわね。警察官をバカにしているなぁ。もう許さん。じゃあ、アフロは警官をモンスターに変身させました。生きてることがすげぇわ。我々は宇宙人だ。私は警官。おい、一瞬警官出てきたぜ。気のせい気のせい。お前にこの世界の全てを教えよう。これでお前は人間界の神になれるだろう。な、頭の中に勝手に。化け物になった。え、変わらなくない？ひでえ。さすがにさっきのは容量オーバーだよ。じゃあこれやる。なんだこれ。あ、テレポートした。どこに飛ばされたんだ。あらら、ここは。うまそうな肉。ああ。とんでもねえ場所に飛ばされたんだぜ。うまうま。テレポーターには要注意ね。まったくお前なんてことしやがる。宇宙人を素手でぶん殴りやがった。そして宇宙船を盗みました。やっふん。こいつは本当にただものじゃないわね。ああ、恐ろしいやつだ。こんなにいい男なのに今まで彼女いたことないんだよな。納得だな。おっと、可愛い子ちゃん発見。ここは積極的に声をかけるぜ。やめといた方がいいよ。へえ、そこの彼女強盗してきたな。俺と遊びに。もちろん行くわ。もちろん行くわ。このゴリラどこから湧いて出た。おーっと、アフロ戦うみたいです。おいおい、逆らわないでゴリラと遊びに行ってやれよ。そうよ、私と遊んでちょうだい。俺はゴリラとデートなんてごめんだ。まあ、なんてひどい人なの。ふっふっふっ、ガブリ。わーん、こいつにやられた。ゴリコちゃん泣いちゃったじゃないの。相当痛かったんだろうな。どうだ、ジャングルに帰る気になったか。ならないわよ。何？それじゃあ今度はこれでも食らえ。うほ。なんかの粉を吹いた。何よ、何したのよ。
ゴリコの様子が。うわぁ、なんか生えてきたー。これぞいけばな。きっと宇宙人からあの種もらったのね。こいつに渡しちゃダメなんだぜ。これでゴリコとのバトルはラストだ。行くぞゴリコ。歯を食いしばれー。さあ決まるか。おらー。貫いたー。そして割ったー。歯を食いしばるとかのレベルじゃないわ。アフロ、見事にゴリコに勝利。ガッハッハッハ、決まった。こうしてゴリコに勝利したアフロは、可愛い女の子とデートに行けましたとさ。俺はこれからもこの街で、最高にクールに生きていくぜ。めでたしめでたし。